オルドーニョ一世ゾウオルドーニョ一世はアストリアス王。ラミロ王子と最初の日のただ一人の子としてオビエドで生まれた。幼い頃、アストリアス王アルフォンソ二世の宮廷で育ち、おそらく早くから王位継承者と目されていた。ラミロ王子がガリシアの知事に任命されると、9歳のオルドーニョも家族とガリシアへ向かった。彼は住居のあったルーゴで教育を終え、 軍人としての修練を積んだ。父ラミロ一世が、バルドゥリア地方で二度目の日を迎えるため不在となると、オルドーニョは、ガリシアの臨時知事に任命された。父のこの旅行の間、オルドーニョの人生は急展開した。アルフォンソ二世が救世したのである。ラミロ一世はすぐさま即位を宣言したが、多くの貴族から指示を受けていたネポシアノも、 ラミロ一世の不在をいいことに、アストリアス王の宣誓を行った。オルドーニョは、父ラミロ一世が、ネポシアーノと戦うための軍隊を編成したが、ガリシアの臨時知事の立場であったため戦わなかった。ラミロ一世は即位後、自分の地位を確固たるものとした。847年、オルドーニョは、貴族のムニアと結婚した。ムニアとの間には、 アルフォンソ三世を含む六子を設けた。850年、オルドーニョはチ、父チラミロ一世の死に伴って、アストリアス王に即位した。彼は、貴族の中から選ばれたのではなく、父親から王位を継承した初のアストリアス王となった。即位後すぐ、彼は、バスク人の反乱に直面した。反乱を平定後オビエドへ帰還する途中、イスラム軍が、 バルドゥリア地方を攻撃するつもりであることを、オルドーニョは耳にした。彼はイスラム軍を吸収し、エブロガシで敗退させた。二度の勝利が平和をもたらした。サラゴサ知事、ムーサイブン・ムーサは、アルバの防衛を強化することにし、包囲して陥落させた。アルアンダルスとの協力関係については、オルドーニョは、コルドバの大主の権威に対抗するモサラベを支援した。 しかし852年のグアダラセテの戦いで、反乱軍に協力したキリスト教国軍は敗退した。この失敗のため、オルドーニョは、ドゥエロ川とカンタブリア山脈に挟まれた地域の守りを固めなければならず、王国の対イ,イスラムの守りとなるレオン、アストルガー、アマヤ、トゥイに補充を行い城壁を築いた。オルドーニョは当時イスラム領であったトゥデラを犠牲にして、 征服を押し進め、ナバラとバスクへの往来を管理下に置いた。この事態に、コルドバの大使は強力な遠征軍をミランダとアラバの谷へ送り込んだ。865年に起きた、このモルクエラの戦いで、初代カスティーリャ博ロドリゴ率いるアストリアス軍は、大敗北を喫した。敗戦は、この後数年間レコンキスタの動きを停滞させることになった。 オルドーニョ一世の墓所は、オビエド大聖堂の霊カストレイハイ内にある。ありがとうございます。